えー、福井コンピューター株式会社さんのブースにお邪魔いたしております。よろしくお願いいたします。いますはい、えっ、ー、と本日はご説明いただくのは、じゃ田中さんあ、田中さんの方が、はい、やっていただきますね。はい、よろしくお願いいたします。いますはい、えーとこちらのブースではですね。こちらもまあパソコンがずらりと並んでおりますけども、えっ、ー、とどういったものが展示されてますでしょうか？ あの弊社はです、ね、あの福井コンピュータといいまして、建築と測量と土木の CAD システムの方を開発しております、今日はちょっとこちらの方で土木システムのエクストレンド武蔵で、こちらの方で建築 CAD のアーキトレード Z を展示しております、で本日は主にあのアーキトレード Z の方のご説明をさせていただきたいと思います、はいえー、とアーキトレード Z、こちらは3次元の専用の CAD になります。 で通常、まず普通図面を描きますと、まあ、2次元の平面の図面になるんですが弊社の方ではその平面の図面を描くともう同時に裏でパースが立ち上がってまいります,、はいえーですねまあ、今見ていただいた通りですね平面図の横でまあパースが立ち上がってくると、まあ、それがまあ一貫して連動してで見積もり積算 またはあの、いろいろ確認申請とか、えー、今、言われている長給料住宅とかエコポイントの申請なんかにも対応した CAD となっておりますえと CAD は自分の,あのイメージですとただの図面のイメージだったんですけどもこれをやることによってすべての計算ですとか,そ,のなんですかそういったすべての事務作業までも全部やってくれるという。はい なのでまあこれ1台あればです、ね、いろいろ今、の積算とかですね拾うところがまあお客様によっていろ,いろ大変だったりするところもあると思うんですが非常に作業効率が測れるというキャドになります。なおかつまあ平面の図面だけではなくて同時にパースが立ち上がってきますのでですねお客様へのプレゼンテーションにも使えると,という形になります。 なるほどですね。これ、もうすごいですね。あの、一つのこのソフトがあれば、あの、図面書いただけで、その、顧客への全てプレゼンテーションから、えっ、ー、と、まあ、お見積もりから、全て、こちらのソフトが引き受けてくれるという。はい。はい、アーキトレンド Z。はい。 で特にです、ね、今回、新しくバージョンがなりまして、えー、今回、今お勧めしたいところで,です、ね、エコ住宅設計というところで今、環境とかエコとか言われておりますがあの太陽光パネルのシミュレーションとかオール電化のシミュレーションというところまでこの CAD 上でできるというような形のものがシステムが搭載されました。例えばここちらの方でちょっとエコ住宅建てたいいんだけどっていうことととうになると、まあ 途中から例えば、まあ、普通の住宅だったやつをあちょっとエコ,エコにしてくれっていった場合でももう,もう一発ポンとちょっとご覧いただけますでしょうか、はい、こちらの方でですね今、屋根が載っておりますが、えー、こちらの方に実は太陽光のパネルをですね載せますとこんなふうにあのこちらの方でもパース状にも太陽光のパネルが載ってまいります。 でこれをです、ね、じゃあ実際にじゃあパネルを載せるとどれぐらいのまあ環境顧客かやあのお客様へのまあご提案といったところで,です、ね、金額がいくらぐらいになるのか発電効率がいくらぐらいになるのかというところまで確認できるようなシステムになっておりますすごいですねこれ、はい、こちら見ていただきますと青森県八戸市そしてあの敷地の方位を入れますと実際まあこんな風うにパネルが載りますよという風な。 ものが出てままいりますそうしましたらじゃあ今度じゃあ実際にお客様のお財布の部分ですね、まあ、その部分が気になるところだと思いますが年間の予想の発電量と発電金額というのがもうこんな風うにグラフにして出てまいりますそうすると例えば今現在お使いのお客様が先月の電気料金いくらでしたかと。 いうところを入れていただきますとじゃあ年間の予想発電力、発電消費電力と電気料金というのがグラフで出てまいりましてこんな風に現在のプラントですね太陽光パネルを置いた場合の電気料金の収支というのが出てままいりますなるほどですねすねごいですね。これということはもうそのエコにすることによってどれだけそのまあ家計にた助けになるかとそういう部分まですべて計算してくれる。<laughs> この中でできると <で>図面を書くソフトではなくて、こういったところまでお客様へのご提案として、ぜひね、おう家を、ね、考えてらっしゃる方ですとか、まあ、あとはあの業者の方ですよね、やっぱりね、こういうのすぐソフトで組み込まれますんでね、でもなんか一般の方見てもちょっと面白いですね、これ、少しね。 はいでは、えー、福井コンピュータ株式会社さんのブースからお送りいたしました、えー、田中さんありがとうございましたありがとうございましたはいじゃあありがとうございました。